マジです。マジです。ちょっと、全然準備できてんねや。ちょっと待って。こんにちは。こんにちは。うん。あと、いや、まあちょっと準備してから始めるんで、まあちょっとしばらく待ったりお待ちください。ね、あのショップのね、ショップポイントがね、あの期限切れに迫ってたんでね、急遽あの交換しています。ひよこさんと俺もメールが来てましたね。あと3日って、直前に来んのかよっていう、あれでしたけど。まあ気づいてよかったですよ、本当に。結構かなりギリギリでした。キラーンじゃねえよ。それはまあ、俺がやったのなんかあんま似合わなそうだから、ちょうどいいっすちょ、俺のやつも交換しに来てんだけど、酒場とバザーはちょっと終わらせましょう。ひよこさん来てから、ひよこさん来てからちょっとやりますね。準備できたのし、ちょっと、チャットで。できたのし。OK。流してる。流してる。よし。まあ、いいか。挨拶だけちょっとしちゃいましょう。コアモフ、モスさんとおじやんです。本日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト10、オンラインやっていきます。ちょっとまあ準備中なんであれなんですけど、今日は、バージョン3のシナリオの、エルトナ編でした、ね。からですね。でまあ、次はおそらくオーブリートになるんで、まあ、その2つになるのかな。王子は、もうさらわれてるんで、クリポ編はあんのかなっていう、ちょっと気になるところではありますけど。まあ、もしかしたらあるかもしんないっすね。なんだかしら。あ、のんびりやってみましょう。空き家今6個あるんで、まあ多分大丈夫でしょうね。これ傘なんかよ。でいなくなった。これ傘なんかよ。
バザー。いや、酒場行こう。酒場。じゃ、もう、トークに反応してくれればいいんですけど。大丈夫かな。よし。オッケー、掲示板。サボテンだ。いやー、まあ、こういう人は14もやってるでしょうね。仲間を探す。まあ適当にまた、まあ回復薬1個と、そっか、天地とか入れといた方がいいっすね。天地。あとは、もう一人適当に。バートマスいいっすかね。よし。で、天地は一人はいないときっていい。じゃあ天地。で、これで OK。あとあれ、バザーね。バザー行く。こっから行けるかな？あ、でもなんかバザーのとこあるんですよね。ねえし。いやー、めんどくせえな。アクセアに飛べばいいや。アクセアに飛ぼう。アクセアに飛んで、そっから歩けばいいや。こっちか、こっち。ピンピン一戦で。この一個上だね。わあ、ドラゴンの顔めちゃくちゃ高え。いやあ、これありがたいっすね。1万2千で。はははは。高っ。貴重なんでしょうね。いいっすね。大きな化石も高え。卵を地味に食べあ、
ピオさん来てるね。大丈夫だね。オッケー。なんだよ、そのピヨピヨ子って。誰だよ。ピヨピヨ子。ヒットポイント804もあるし。これで OK かな？これで OK だよね。もう速攻売れたけどね、なんか。ちょっとあれっすね、車取ってくるんで、ガタラ行きましょう。ガタラ行く。ライブ移動楽になると思いますよ、ひよこさんは。ねえ、ついでに金を、端数をちょっと預けようか。よし。はい。で、カスタム、フォルムチェンジで、エアカップ。二つあるね。あ、それあれか、イベントです。あ、OK です。で、あとちょっとね、金を預けてくる。ゴールド。そう、やってないね、金庫のクエスト。金庫のクエストやってねえから、あれなんだよね。まあ、いっか。いや、金預けて。よし、じゃあ、冒険ガイドからワープできる。メニューの。そう。わーしを進めるために2スクール平野のと近くの場所に移動しますかってなんで、これで撮ればいいです。そこに来る。メニューのとこのショートカット冒険ガイド。これどうやって飲むのかよくわかんないけど。なんか、たげればいける。乗ったちょっと一枚取ろうぜ。こう。この状態で、モートはできないか。まあできないですよ。かっちり、ハンドル掴んでますもんね。OK かな？ピョンができねえから、あれですね。反応がちょっと難しいですね。なんか適当に合図入れておいてくれ。あ、OK。よし。オッケーなの？それオッケーじゃねえのか？よくわかんねえ。
ひよこの顔。あ、オッケー。よしよし。じゃあ行きましょう。なんか適当に合図入れといてくれればいいよ。妹の時は。妹じゃない、写真撮る時は。あそこに行くっぽいっすね。ちょっと、ワンポイントあんじゃん、普通に。登録してないかもしんないっすね。でもあんなとこ行った記憶がないっすからね。ちょっと見てみましょうか。あれ、ほとんど戦ってんの？もう端っこで行けばよかった。端っこで。まあ、そんな曲ねえけど。で、ダッシュするのにどうなってんの？相変わらずダッシュの仕方を忘れる。ははは。疲れる。ドラクエチャット出してるんで、どっちでチャットしても OK。なんでここから始まるのかよくわかんないけど、まあ、ここっぽいですね。じゃあ、ダラズはもういらないっすね。ここはダンジョンになってんすかね。まあ、フーラーがいるってことですね。はい、これ、娘の松崎は神聖な土地だ。しかし、先ほどより何かいつもと違う風を感じる。うん、そう。あ、ちょっとボスじゃねえけど。ボスだよ。じゃあ、元気玉使おう。元気玉使っていきましょう。うん。OK、いきますよ。その科学に気づかないと思ったか。うるさい小林はここで始末させてもらおう。さあ何でしょう。鳥だ。鳥？鳥ですね。はい。ドラクエおなじみの鳥ですね。飛空鳥。系のやつ。んでん。てて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 。で、なるほど。早えな。早えな、いかず。ナビッツ的にしたいんですけど、これ一体倒れればね、だいぶ。
デフォマラー使ってます。体型なんだ。懐かしいです。これあれですよね。ブラック5のボスのイメージです。懐かしいですね。いやーもうヒヨウさん完全にされてるよ。オッケー、お疲れ。ま、14万も手に入ってる。BGM がいいからね。風力、緑風機までも撃破すると貴様一体。だがこれで終わりと思うのよ。この時のために手勢を揃えてきたので、今は貴様にこやつらしのげるかな。エルトラに吹く風や陰神より世界中を守る精霊たちよ。フーラかな？お、違うね。姫。この地を汚す者たちを払いたまえ。これあれかな？最初に出てくるやつですかね。エルフレーム。モンスター同士やりや。く土地の守り神か。恐怖を感じてきてみれば、やはりこの地に悪しきものが紛れ込んでいてましたか。ちょいとこのトカゲ野郎を絞り上げて何を企んでるか聞き出してやるだろう。なぜここに来ただろう。いや、俺たちはあの方に集められた。あの方ってのはごつい風で野郎だな。奴の目的一体何なんだろう、ね。あの方、エルフの聖なるものを狙って、強力な呪いをかけられて操られていたようだ。まあ、またや気の毒なことだ。不吉な風が吹いていますね。もうすぐ制裁だというのに。精霊たちを助力に感謝します。カゼン、お久しぶりですね。このところアストーティアの各地で起きている一連の事件のことを聞いています。あれ？会ったことあんの？そなたに話しておきたいことがあるな。多分あれか、エピソードの方だな、これ。どうか、ツスクルの村の巫女の館まで来てください。お待ちしています。エピソードカットしてますからね。だ本来エピソードしっかりやっていかないと、この辺がね、わかりづらいっていう感じですね。で、まずここ出て、あれ宝ないっすよね。宝ないっす。出ましょう。で、ツスクルの村。ツスクルの村。ツスクルの村。
コメント見たら学生の人多そうっすよね。ドラクエ。まもなくこの村に数百年一度のとても大切な儀式の日が訪れます。そうそう、姫様の町です。巫女の館をお迎えください。さすがに戦闘ならねえだろ。ああ、いっか。一応宿屋泊まっときましょうか。地形から。ここだったら安いっすね。売上を受け取るとまた金預けなきゃいけない。はいか。ああ、金どっかでまた預けに行こう。用事が済んだらバザーと、預けやすね。住宅街飛んだ。はい。すげえな、900もヒットポイントあんの。いいよ。よく来てくれましたね、風の。その他の活躍は風の頼りで聞いております。大魔王が倒され、平和の訪れし、今、モエルトの地にも大きな時代の転機を訪れました。まもなく世界樹の花が咲きます。世界樹の守り人たる私には、かの大樹の、いびきから、歯のざわめきから、はっきりそれがわかるのです。そしてそれを祝う、花咲の聖樹が、制裁がこのつくすむ村では始まるとしています。エルトの民にとって、花開きの制裁は、数百年一度だけ起こる奇跡の再現。大陸の各地から要人が集まることでしょう。そんな大切な時に世界樹の丘に、悪しき者が現れた。私は不吉な予感がしてならないです。あれ？フグラじゃねえのか？カゼンはどうかその他の力を貸してください。世界樹にまつわる全ての民を守るため。それは、あの悪しき者を追うという、その他の目的にも叶うことでしょう。あの、姫は様。あ、これがフグラか。あ、来た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 、来たね。来たね。お久しぶり。やっぱドラクエ10で見るといいっすよね。でかいから。この度、制裁の、改造役をつけられました、ワズランの風乗りフーラです。待っていまして。とても光栄なのですが、私こんな大切な役をこなす自信はありません。だってこの制裁が終わるとき、姫屋様、フーラ、良い風乗りになったそうですね。まあ、とのおかげで、アズラの風は、心地よいものとなりました。風らもきっと誇らしいことでしょう。ああ、王族の代わりってことですよね、姫屋って人は。お母様のこと知ってるんですか？彼女も物の日の、庭で並んだんですよ。とても利発で、あなたに似て優しい子でした。
制裁を成し遂げることは私の喜び。世界中の花はエルタの民にとって希望の風を運ぶ大切な花。そしてその後は新たな風の象徴です。だからこそ制裁の祭司を務める私の力、改造へを頼みたいのです。わかりました。感謝します、フーラ。改造役のそなたには聖なる水差しを千円入れてもらわなければなりません。しかし一つ気がかりなことが。悪しきものがツスクルに現れ、エルフの聖なるものを狙っているようなんです。風の折であるそなたも用心せねばなりません。そこで風よ、フーラが聖なる水差しを取りに行く間、この子を守ってあげてください。たあ、風の様は一緒に来てくれた。怖いものなしだよ。私自身はこの館の中にいれば狙われることはないでしょう。聖なる水差しの祀られている場所は学びの庭の、シーヤズヤノイが詳しいので彼に教えてもらってくださいね。わかりました。行ってまいります。くれぐれも気をつけて。全部やった。なんか昔やってんでしょ。全然記憶にないんです。ピンクがいる。そなたが改造や防衛をしてくれて勇敢な旅のものだ。話はすでに伺っておるよ。イズヤノイ先生、お久しぶりです。久しぶりだな、フーラ。見違えたぞ。アズランでの活躍は窓の庭の、庭でも語り草だ。お前なら聖、ミサイの、改造役も話せるだろう。そのことでお聞きしたいことがあって。姫屋様がイズヤノイ先生から聖なる水差しが祀られている場所に詳しいだろうとおっしゃっていて。喜んで教えよう。アズランの風なら水の塔のことはもちろん知って。お、水の塔？それはもう隅々まで。地下ですかね、これ。じゃあ水の塔に水、やっぱそうですね。水で封じられていた地下祭殿があることはご存知かな。地下祭殿？地下怪しいなと思ってました。そう、そこは古くから、水の社と呼ばれ、聖なる水差しを祀るために、膨大な水で満たされているんだ。だけど、イザヤノイ先生、私、3、5本分ぐらいしか泳げません。案ずることはない。かつて、湖を一晩で干上がらせたという、とてつもない力を持つ石があるんだ。その名は、乾きの石、ドア着火帯域には今、ドア着火大陸に行くのか。今、乾き果てた、エゼソレク峡谷の、塩湖の中心で見つかる。うわ、塩湖に行くんだ。その石を持ってきて、水の塔の水に満たされた地下に投げ入れてから、祈りを捧げてみるといい。エゼソレク峡谷に落ちている乾きの石、乾きの石、踊りました。先生、ありがとうございます。さあ、カズヤさん、早速探しに行ってみましょう。まさかのドア着火、肉向かいっていう。もう使っちゃいましょう。冒険ガイドで行きましょう。カルデアの先です。いやー、便利っすよね、これ。ここに降りるんだ。なんか一個手前になっちゃうんだ。てるるるるって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 。これ取れる。多分取れるはず。
ほら、あお。なるほど。L1 を押したんだ。ちょっと待ってあげる。ああ、ちょっと降りちゃった。ごめん。いやー、ちょっといまいちわかんねえなー。ターボの使い方。一回押せばいいのかな。でもこれはどう取らんですね。あ、いたいた。よくわかんねえ。チャージが溜まってる時に押せばいい。勝手に今走るようになった。使う設定になったってことですか。いや、遠いね。遠いね。ほとんど戦ったことあります。いや、すごい。軽く押せばいい。尻尾は取れちゃう。こんなとこに境界マークス。あ、なんかあるね。境界があるんだ。ちなみに家の中、あ、壺もあるね。一回降りるやつ。ここからありそうですけど。なんかあった？あ、宝あるじゃん。オッケーオッケー。金かよ。壺もあるよ、しっかり。よし。オッケー。てん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 。じゃあ、いや、子供落ちなくていいっすよ。ゴー！え、なんだいね。いや、こんなエリア普段来ねえから。全然わかんないっすね。こうしてみて、やっぱ当時の、あれですね。マップ広かったなっての思い知らされますね。降りちゃった。んこれ拾える？拾えねえな。拾えないっすね。拾えねえよ。え、これ何すりゃいいのこれ。ちょっと待って、何すりゃいいの。円弧の中心にあるというカワキの石。カワキの石ってのを探せと。あれか、光ってるわ。オッケー。カワキの石もう見つけちゃったんだ。さすがカズヤンさん。いや、この景色はなんか、
珍しいですね。ここはその石のせいで干上がっちゃった湖なの。なんだかうさんくさい感じ。まあいいか、それじゃあ水の塔に行って乾きの石を、水に放り込んでみましょう。あれっすよね、14もこの辺が多分なんか、パン粉になってる。塩湖？塩湖ありますもんね。水の塔、冒険ガイド使っちゃいましょうか。はい、燃料が切れた。燃料切れ。オッケー。どうせ俺いくつ余ってんでしょうね。あ、もうほとんどねえような気がしてきた。あった。ああ、3個しかねえ。ちょっとどっかで買わねえとまずいっすね。ダンジョンの中は、あれか、ダッシュが使えない。わあ、水浸し。ここは水の社の入り口かな。うん、確かに奥の方に遺跡の扉みたいなのが見えるね。あまり気が進まないけど、行くしかないよね。だけど本当にあんな石ころで水がなくなったりするのかな。水屋の先生っても何でも大げさに言うところあったからな。とりあえずやってみるしかないよね。さあ、カズヤのその遠慮なくやっちゃって。カズヤの乾きに石を水の中に投げ込ん、入れた。水が一気になくなるってことですね。よし、水屋の先生に行った時、お祈りを捧げてみるね。もう待ちましたすごいすごい、本当に水がなくなっちゃった。石ころも爆買いにできないので行きましょうか。全然オッケー、診断、こっから診断所だと思いますね。宝探しにしないと。なんか宝見えたらさ、反応してくれるとありがてえ。このエリアは多分ないですか。水の屋敷。わあ、すげえな。社になってますね、ほんとに。あれですね、クガメに来た気分ですね。じゃあちょっと駅を見てみましょう。おお、ちょっと待って、初見っぽいのいっぱいいますね。うん、ヘルシーさ、ない。あ、どっちもないです。じゃあ、まずこいつ。あ、見破る。見破る。見破る。
容赦ねえわ。あとこいつすっごい。たたりごす。あれじゃねえか、いつものワカメじゃねえか。容赦ねえ。なんかワープポイントみたいなのがあるけど、まだ使えない感じか。こっちは行き止まりです。こいつもないんじゃないですか。黒カビこそ。車でかいからさ、当たり判定結構シビアかもしれないですね。白紙のコード。ヤシの中を覗き込んでみた。黒い格子の中からちょっと誰かに見られているような気がした。ん？なんかあるんですかね。地下祭壇で聖なる水差しを手に入れよう。自動で乗るんです。もう元気タイム受けるとか早すぎだって。お、ちょっと待って、なんか今あるの。あれ？これあれかな？試練ですかね？試練のもんだぞ。いや、試練のもんがある、しれっと。ちょっと待って。降りましょう。じゃあ、元気玉使うわ。うん、ですね。はい。見慣れた光景っすよね。オフラインでも。これなるは試練のもん。このもんトランスルームの試練のもんね。ほんと、ヤマタノオチっすね。下狙われてます。
間に合うね。食らいます。経験しょっぱいですね。いやー、こっちはしょっぱいのか。もう追ってたまれるか消えされ、もう扉取れるようになった。だから。だから取った何してんの言いましょう。宝取ったからもう行くしかないですね。なんか多分さらに続く感じかな。ああ、目的地はあそこだ。オッケー。おっと、これは戦ったことないか。うん、ないね。亡霊の人かな。あー、ちょっとザラキとか言ってんの。あー、避けてる。さあ、どんどん。お、ちょんまげミイラ。ちょんまげミイラを。見たことねえぞ。はっきりまで。こんな敵は弱く設定されてる。
もう100ゴール入れてみますか。はい。ちょっぴり幸せになった気分ですね。回復するだけ。回復するっぽいですね。MP も。自分だけだな。うん、乗りづらいか。まあ、MP も回復してくれたのありがたいですね。グラコスカード来ました、ね。やっぱり今回のカードが溜まってるタイプですね。あとこれ通れねえよ。いけた、いけた。どっか一枚取りたいっすね。珍しいね。もう。うまく取れたかな。よし。だから、2個ある。賢者の聖水。レッドオーブ。これ調べて。巨大な、銅鏡が祀られている。風は銅鏡に触れてみた。触れた途端バチッと衝撃が走り、風は慌てて手を引く。これもなんかあるんですかね。しかもワーポイントがこんなところにしれっと。これなんでしょうね。触れてみますか。はい。なんと旅の扉が現れた。おー。どこに繋がってんのこれ。ショートカットっぽいね。最初ですかね。あ、最初だ。あ、このエレベーターのとこに来るんだ。なるほどね。はいはい。で、これは使えると思う。あれ、ひよこさんは？あれ、ひよこさんがいねえ。それワープしてきていいよ。これショートカットになるんで、もう一回元に戻ればいいですね。撮るんであればね、空が見えるのがいいんですけど。まあ、一回空見えなくても。ヤシロ感が出てると。太鼓太鼓じゃあ行きましょう。ふい。いやー、バージョンさんはいきなりダンジョン攻めでかなり来てます。これもショートカットか。調べとけばいいっすね。とりあえず。うん。中入んなくても多分大丈夫。さあ、ついたよ。なんか取ってまたなんかいろいろやっていくっていう流れなんでしょうけど。
マップ自体がそんな広くないんで。あれが聖なる水たち。とうとうたどり着いちゃった。私の覚悟が決まる前、ちょっとだけ待ってね、カズヤンさん。これを持って帰ったら花開きの制裁が始まっちゃうの。お父様ね、あの方は全て生き入れておられるから、我々は決して悲しんではいけないっていうの。私も風の家のあるも星の元に生まれたから、姫様の気持ち少しだけわかる。お役目を与えられて誰かのためになれるなら、それはとても幸せなことよ。だからどうにもならないこともわかるの。ねえ、カズヤ様、聖なる水差しを持って帰るのやめちゃおっか。はい。冗談で、やっぱりカズヤ様は優しい。ありがとう、覚悟は決まってる。さあ、水差しを持って帰りました。あ、これで持って帰るって流れなんだ。なんか怪しいとこいっぱいありましたけど。これ調べて、あ、ちょっと墓地じゃねえか。まあ、一回元気なの、あれか、つかんなってるから大丈夫ですね。まあ、出るよね。で、ドラクエ8の BGM でしょうね。いや、何？ カズヤンとウルは地下水脈に落とされてしまう。水かさどんどん増しているが、時間切れになる前に出口を見つけて、地下水脈から脱出しよう。うわ、なんかすげえ展開になったぞ。制限時間内脱出してください。行くしかないですね。いきなり塞いでやがる。最後にボスが出るのね。ドルボードは乗れません。この速度で走っていくの。コロ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 転がってますよ。爆弾よ。こういうやつも倒さざるを得ないですね。あ、いけた。普通にスルーできた。オッケー。どっちだろう、これ。扉あっちあるね。扉調べてみようか。あ、ダメだ。塞がれた。じゃあ、こっちだ。溺れてるようにしか見えない。バレた。鬼コンボ。鬼コンやっていきます。あれまた塞がる感じですけど。でしょう。制限時間ちょっとあんまないですね。急ぎましょう。制限時間がね。あれかな？はしごっぽいですね。
シュール。わー、ちょっと待って、マジか、まだ続くんだ。もうあれで終わりだと思ってた。で、こっちですかね。ここか。OK。無事に持ち帰ることができた。こっからボス戦になるんじゃねえのかな。姫は元へ届けよう。あれ届けようになったの。これでいいんだ。もうあれがボス戦だったんだ。ゴール。じゃあ、リレミと、リレミとよろしく。まあ、あれですね。試練のもんがあったから、まあ、それあれがボスだったってことですよ。要は。試練のもんがボス代わりになってますね。ツスクル、ツスクル。また一応止まっときましょうか。あのプレイヤーがいますね。金がどんどん飛んで、もう受け取っていいか。クリアして、ここはもうクリアです。あ、こうクリアしたらバザーに行きたい。忘れずにバザー行こう。どうぞ、姫は様のもとへ。あれ？そっか。フーラもさらわれてないですね、今回。この後に出てくるってことですかね。あの、フードのやつが出てきそうですね、ここで。カゼやフーラお帰りなさい。無事に何よりです。聖なる御差しは手に入れました。でも、姫はその本当に本当にいいんですか？とに確保できています。世界中の花が開くと同時に世界中の守り人である私の使命は終わり、この長き生を終えるでしょう。ああ、そうなんだ。はいはい。ですが、不思議と悲しくありません。心は穏やかになりたいです。なるほど、死んじゃうんだ。学びの庭を守ってきた日々、永遠とも終えた時の中、私は心に囲まれ気づけば人としての幸せを全うしていたのかもしれません。だけど、姫はさん。それでも私は生きていてほしいです。きっとみんなもそう願っています。ありがとう、フーラ。そのように私のことも大切に思ってくれるみんなも、私もまた大切に思っています。私が花開きの精彩を、なしごたえの愛するさんたちいるからなんです。わかってくれますね。ぷくりぽよりちっちゃいっすね。
さあ参りましょう。あなたの見届けか生活よ。姫様、世界中の頂きまで同行させていただきます。ニコルイ、タケトラ、しばらく見ない間にすっかり年を取りました。じいさんです。姫様お帰りなすね。私も同志のお礼に会えた。本当にお世話になりました。うちもじいさん。こっちはかなり若く見えます。ここに告げましょう。花開きの制裁を。開演を。花火焼は精細な儀式の場と、この、オフの森にある、この場に出しますか？はい。ここの準備ができたのは、ここで世界中にいただきも来るが、よろしいか？はい。ゆかろいざ世界中にいただき、あ、ボスだ。ここにいるんだ。ここだわ。なるほどね。いるね。しっかりいますね。しっかりいるわ。500年の時を経て、名武士、演奏に、世界中の守った私の魂を奉納いたします。聖なる水差し、天の水を満たしました。これより見てを、読みさせていただきます。フーラーにしようかわいいですね。雨がける緑の風よ、とこしえに清らかな息吹を運びたまえ。血を追う緑の騎士、果てることなき実りをもたらしたまえ。
そして世界中の花嫁は命を終え、神秘となして咲き誇り、エリートの民に先代の祝福を与えたまえ。ドラクエ11のあのあれですね、あの姉妹をちょっと思い出しました。振り返れば何もかも愛おしい。消えちゃうんかな、魂が抜けちゃうんだ。いや違うね。どうなったのか。ああ姫様。生が終わったってことです。姫様、死んじゃった。しかと見届けさせていただいた生き様を映すような立派な最後だった。これ今日多いっすね、エルトの地域は。まもなく新たな世界中の守り人は生まれよう。この地に生きる我々はこうして永久に命を紡いでいると思う。ニコライのあれですもんね、姉ちゃんだか妹だかも死んじゃいましたもんね。フーラ。我はエルフの鍵、神エルドナ、世界の行方を変える天命を使えるのがこの娘の体に降りました。世界中の守りと姫は今一度目覚めなさい。奇跡だ。お？そうっすね。目覚めてますね。500年という人は、長い時の間、世界中の守り人の使命をよく全うしました。エールドナ様。しかし、そなたにしかできない役目はまだ残っています。この世界中の穴は遠くない未来、とても大きな役割を担うでしょう。その時が来るまでどうか穴を守ってほしいんです。
いやー、よかったね。生き返って。やべ、元気タイム終わりやがった。しかと拝命いたしました。しょうがないっすね、元気もないよ。この後に出てくるんですよね、フード。闇が世界を覆い尽くす、この時。器は我が手に来たね。その後、私のせいに何をする？だろう。お、妹だ。あなたに神の器を渡すのね。敵側なんですね、こっちが。なぜ神の器のことを知っている？貴様はもしや二つの器をかすめ取った、当人か。すごいやつね。今度こそ仕留めさせてもらうぞ。いや、お前の方がしつこい。どんだけ出てくんだよ。何回目だよ、出てくんの。来た。いやー、なんか、立ってる。いや、ライオンが立ってますね。来たね。はい、頑張りましょう。バイロゼ。てるてる、てるてる、てるてる。トゥ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 。やべ、間に合わねえ。うわぁ、俺に来た。死んだ。これは死んだわ。ただ、あれは離れたね、さすが。メッセージをかけて、変身をかけたい。よし、オッケー。ラビット。イラコンをかけた。なんかやってくんのか？イラコンした方がいい。回復した方がいい。またスクーズをかけたいんです。超逃げてる、ひよさん。いやー。ベフォンかけた。ベフォンは3。緑のやつ幼稚だね。緑のひよこに行ったり。
いやよく狙われるね。よく狙われるなもう。全部消えてる。知らない間に全部消えそう。バフ。オッケー。ブオー。また。うん。あっち。神の器いただいた。いやー、フーラ持ってかれたか。フーラ、ダストンだけは例外でしたね。これ以上神の器を追うとはしないよね。教えてくんねえからね。ああ、フーラ。うん。まったくなんていい日だ。とりあえず姫野様の無事を確かめるんだ。しかし、アンルシア姫たちをさらったもと、フーラをさらったフードのならず者の仲間ではなかった。うん、姫野様を向かうんだ。私は大丈夫です。それよりフーラをさられてしまうと、私がいながらなんていうこと。まずはツスクルの巫女の館に戻り、落ち着いて対策を練っていただこう。そうしましょう。カズヤも一緒に来てくれますね。うん。怖く、そなたのもとに行くのはもう少し先になりそうです。なんとかうちらでフーラー助けてあげましょう。カサカサ。すごいですね、これ下が見える。下が見える。カサカサカサ。下が見えると思う。あと空も撮ってみましょうか。うん、オッケーです。よし、行きましょう。だいぶ往復されます。
またいつも嫌だよ。なんかここはすごいっすね。そこ、三体ボスいましたね。一番最初のあの鳥と試練のもんと、あ、さっきのライオン。ここだけで三体。みんなには心配をかけました。世界中の花を守るという使命を得て少しだけ生きながらやることになりました。しかし悪しき者が人の多く集まる花開きの江戸制裁の義を狙ってくるとは不覚でした。カズヤにその他は各地で人をさらっているかの者を追い来たのでした、ね、そしてかの悪しき者が狙うのは神の器、神の器と、幼き頃母より聞いたことがあります。六種族の司る、六中の神々からの特別の加護を受けて生まれる子がいると、その子は神の器と呼ばれ、子族の神との魂の結びつきを持つと、まさかエルフの神エルダーシンの、器は我が娘フーラであったと。おそらくそういうことなんでしょう。不思議な宿命を背負った子です。すでに触られた他種族の者たちもそれぞれの神に加護を受けた、神の器だったこと、いうことになります。風に耳を澄ましてみましょう。彼の者が行方を明かしてくれるよう。オーリードですか。最後マイラさんでした。マイラさん。防衛隊力、まあ、ランガオ村、まさにマイラさんです。ここに悪しき者が向かっているようです。行くのですね、カズヤ。そなたには苦労をかけますね。今回のことは感謝にも込めて心ばかりですが、こちらの畳の足しにしてください。ボイスがあればね、リセの声なんですけどね。バージョン5以降で聞けんのかな。カズヤの小さなメダル20枚手に入れた。すげえ経験してくれた。オッケー。我も神アルムリの兵を出し、あの風土のならず者を創作に当たらせよう。私もオーグリートで向かい、フーラの行くよ。なりません。これは我々に知る世界の外にある戦い、下手に手を出せば、いたずらに犠牲者を増やすことになるでしょう。カズヤのその他はこの戦いに深い、祝宴で結ばれているようです。これはその他にしかできないこと、どうかフーラを頼みます。まさかのカンストしたぞ、これ。カンストしたわ。座ってるし。座るはどこで。
ちょっと待ってね。レベル解放クエスト。どうやって探せばいいんだろうな。114。ひよこさん、100は違うな。114じゃねえな。105か。105で解放か。ちょっと待って。105になるが終わってて、103で、あ、いけるわ。あ、じゃあ解放クエやりましょうか。解放クエやりましょう。新アラハギーロだ。これ何？これ何？風呂ですかね。ここに入れたの初めてですよ。なんか来たことないですね。謎の風呂。入れねえし。まあいっか。なかった気がするんですよ。いらねえ。ゴミしか入ってねえ。ああ、こっちに風呂がある。でかい風呂が。くすん。でかい風呂があって。入れない。姫さんは生きてよかったですね。生きててよかったですね。本当によかったですね。意味不明になんか死なれても困りますか。じゃあ、新アラーギーローから、どこにその、これでいいのかな。地方って書いてあるな。あ、でもまあ、新アラーギー王国に石があるんで、それ、使っていいよ、俺の。外に出ればわかるかな。俺の方のルーラストーンにあるよ。新アラーギーロ王国の石。で、外出て、地方って書いてある、外出て。辺にいるんでしょうね。ぱっと見わかんないっす。あれか。ビックリマークついてるわ。ビックリマークついてる。では行きましょう。いどんのかっこいいですね。
心配なのはクエストの空きがちゃんとあるかですね。まあ、ちょっといらないの。待ったらいらないの捨てるけど。ん？あれ？ちょっと待って、ここじゃねえの？あれ？なんか誰もいねえけど。もしかして外にいましたかね？ああ、外にいるっぽいな、あれ。中じゃねえの？いたわ、こんなとこ。いたいた。これはなんだよ。下手に触れない方が良さそう。あ、なんで裸なんだ。ゼロ。見えるぞ、身にまとう。装備の奥に隠されたお前自身の生身の肉体の強さ。よくぞここまで鍛錬を積んだ、素晴らしい。だがお前も分かっているはずだ。このままでいくら鍛錬を積んだとしても遠からず限界が来るだろう。わしのは聖戦士ゼロ。お前を審判した六聖人が一人。聖戦、武王の、門下の者だ。今こそわしの試練に挑む時が来たようだな。さあ、覚悟を決める。己に課されたレベル105までの限界突破し、その先まで聖戦士を揃うのか。はい。もう3ずつってのすげえめんどくさいですよ。この言葉に二言はないのよかろう。限界を突破するためにお前の五感すべてを人の超えた、段階まで高める必要がある。精神部門様のもので強化したら僕は、そして我が同門、三叉の手で強化を、強化したら、お前の間次に強化すべきは触覚である。まずは試練を受ける準備として、己の感覚を極限まで研ぎ澄ますため、その身をまといし、体上下、頭、体上下、腕、足の装備を脱げ。裸で戦えと。そうして、己の体に解放した姿になったから、わしに話しかけてみよう。装備を外していればマイコーデを使っても構わない。ああ、はいはい。じゃあ、装備を外そう。ちょっと外すってどういうの？あ、こっから外せばいいのか。外す。防具だけ外せばいい。新刊の方行こう。新刊の方行こう、自分の。これだ。この状態でもう一回かな。よから視点装備を外したようだ。これでお前は己の体を解放し、極限まで感覚を研ぎ澄ますための準備が整った。では、これからお前に魔人をかける姿を持たぬに、この者の資格を認めしのその姿を表す。こっからなんかバトルがあんのかな？ゼランが空心石口を結ぶと、彼の体をほのかに発光し、言われた後になった。これよし、さて、実はな、わしの右隣のとあるモンスターを姿を見ない状態にして召喚した。今からお前はこのモンスターに触れ、感触だけでわしの召喚したのが何のモンスターかを判断する。何言ってんだ？そしてこの世界のどっかに生息するそのモンスターは装備を脱ぎ捨てたその姿のまま倒してくる。正しいモンスターを倒したのか、次のお前の元に限らぬ見る目の見る特別な感じさあるのに、それを持ち帰れる。さあ、まずわしの身のようなやつが不可思議の存在にふさわってみる。指だけの感覚を研ぎ澄ませたこのモンスターの姿を感じてみる。カゼンを想像する。ゼランの右隣の空間に両手を出してみた。なんと確かにそこには透明なモンスターが存在しているようだ。感覚を研ぎ澄ませじっくり触ってみると。どうやらそのモンスター。いや、これ音だけで判断すんの。ザーザーとして岩のような肌をしている。いや、これはきついっすね。もし一度触っただけで何のモンスターかわからないけど、何で触ってみるのか、さすがにあるときすぎる。いや、こんなもんノーヒント無理だって。オッケーです。じゃあ、ボボリアキノコ山行きましょうか。
それ終わったらこっち来て。多分そいつ話せば OK。できた。進んだ？進んだ？じゃあ、端っこで行ったら楽なんで、あそこに行くか。あれですね。グランドのメギストリス。メギストリス行こう。レンドアでも行ける。メギストリスいいな。連ドア行っちゃった。メギストリスに来ちゃったよ。まあいいか、連ドアでもいいか。いや、それじゃあ連ドア飛ぶよ。なんか、俺のやつが登録してあるもんね。あ、いたいた。で、ポポリアキノコ山なんで、プクランドのポポリアキノコ山、これでいいっすね。あと座標っすよね。座標がわかんねえよ。あ、オッケー。近いっすね。近いっすね。今の装備のまま。パッと見わかんないっすよね。マイコンにしてる。まあ、ログが出れば OK だ。楽しそう。いた、いました。これっすね。クラウンヘッド。これです。行きましょう。目に見えない拳くらいの大きさのが突然ヒントになってます。あ、今回楽でよかったっすね。いやー、これ系のボスめちゃくちゃ強かったりしますからね。これさっきのところに戻りゃいいのかな。なんで、どうすりゃいいんだ。王国っすね、王国。バージョン2のやつと全然違いますね。バージョン2のやつめちゃくちゃ強かったもんな。なんだろう。ダーマの神殿みたいな。本来ね、多分この時期に来ると、あれっすよね。
手伝いをしてもらう人を探すか、二人。あ、まあでも酒場でいいのか。酒場のやつも二人いれば大丈夫です。私もこれ感じていたぞ。カゲロウの実がお前の資格を認め姿を現すと。さあ、そのカゲロウを手にしてみよう。そして精神を研ぎ澄ませて、ひらずとも今ありえます。あなたを感じた。人の声でさらなる高みを目指すのだ。汝の願いに応え、今、我が果実の力にて、触覚、感覚に秘められし力を変えましょう。お前はこの儀式によって、レベル108まで成長できるのだ。まあ、さあ、まだまだ全力鍛錬に励むのです。そして新たな感触で、世界を感じてみるの。今までわからなかった世界の輪郭を感じ、売れることができるようになっているだろう。オッケー。よし。うん。はい。じゃあ次はあれですね。ひよこさんが105になった時かなにやる感じですかね。次は110解放なんで、160。あ、俺も足りてみる。次回は、真のジャイラ人類に見るってことですね。はい。見ましたね、確かに。100分足したすぎなジャイラ人類のものに会いです、ね。あれっすね、モンスさんがいたとこっすね。まあ、真って言ってるから、真にはいなかった気がします。どこに行こうとしてんだランガオの裏か。じゃあ、冒険ガイドって言いましょう。はい。おなんか、滅んでますね。なんか被害に遭ってるぞ。BGM 変わってるし。なんか起きてんの？ドラゴンの群れに村が襲われて、ほうほう。ああ、ドラゴン出てくるんだ、今回は。あんま減ってねえか、いっか。今、ランガー村を騒いさ。うん、白フードの男が現れた。いいです。面会者でさ、両谷先生は、やっぱり、歌者に聞いてくれ。これか。荒川先生さん、そもそも、お見舞いに来てくれたんです。ですが、残念ながら今、面会者です。ですよ。魔物の軍勢から村を守るために戦い、孫王様、痛ましい怪我を負われて、今も、意識を失ったままなんです。必死に看病してるんだけど、もしもの時のために、娘のマイユ様を呼んでおいた方がと思ったんです。カズヤさん、マイ様探すお手伝いをお願いできませんか？はい。ああ、よかった。ありがとうございます、カズヤさん。この間、孫様に届いた携帯紙によれば、マイ様は近々ランオンライに帰ってくる予定だと書いてありました。途中、グレンジオに立ち寄る予定だから、行きあたりならマイ様に見かけている人がいるかもしれません。早速、グレイキに向かってマイ様探してください。されましたよ。OK。あ、OK です。じゃあ、グレに飛びましょう。グレに飛びましょう。
オーブリードっすよ。駅のあたりに見つけあげた。うん。じゃあ駅に行けばいい。あれ？いてた。はい。じゃあ駅に行きましょう。なんだ君は、まさか君を、通称マイラなんか、はい。グレンジョーへ向かったって言ってますね。風のように去っていたマイさん、まさに戦いの女神一夜以下のギャップに変えた。お前で会ってたのかい。ちなみに、クジアは、今やってないのかな。ああ、これね、これ4日までだったんだよ。4日までにこれ買ってれば妹がもらえたんですよ。残念。まあ、次回にしましょう。バザー行きましょう。バザーと預け屋。バザーと預け屋。牛の糞が落ちてる。地味だけ牛の糞。確か店売りでもできますよね。あんま変わんねえな。うん、OK です。あと金を預けて。死ぬことはないと思いますけど。魔剣が強いです。
バージョン2で苦戦した時って、あれですよね。赤羽を普通に雇ってた時ですよね。今あれですよね。そのフレンドでどうにかできるから。だいぶ楽ですけど。ギリギリのレベルのやつをやってましたね。当時は。やっぱあの、あれっすよね。あの、フレンド募集のやつやっといてよかったっす。まあ、天の日またやっててくれ、やってたらまあ、また増やしたいっすね。ちょっと減っちゃったんで。だいぶ減っちゃったんで。マックスぐらいいたような気がしたんですけどね。あれ、サーバーがあれなんで、決まってるんで、まあ、配信外でやる感じですね。ファンのやつばっかじゃねえか、ピンク。マイユさんファン。絶世の美女、マイユさんを探して、はるばるこの城までやってきたのよ。マイブラザーともよ、こんなにもマイラー仲間が増える。喜ばしい限りだ。私は玉座の間に向かうマイユさんを尾行。ご本、尾行してた。警護し、立ち木、いや、偶然耳にしたところ。前さ、爆動が隠しやすいです。連続地、怪事件について聞かせ、大層驚いてた。ファンクラブができてる。はい。カズヤンか、そなたの連続誘拐事件を追ってるようだ。わしの任務が入ってる。わしの狙いは王族に限らんという、そなたもどっかで怪しいものを見かけたら十分に注意してくれ、頼む。そうそう、先ほど、マイユとアルーズで申す若者たち、わしの、故郷の、帰郷の挨拶をするため立ち寄った。お旅の間、変わりないかと聞かれたので、誘拐についても教えてやったら、マイユは随分と興味を惹かれたようだった。マイユはどっか。ランガオ村に戻るため、すでに城を出た。今からでも、シモンあたりで追いつけるんだよ。指紋ですね。どこ行ったの？大体。それはクエストだからいいや。こんなとこにあるってことは、あれですかね、エピソード関連とかね。エピソード今受けられない状態になってるはずなんで、別のクエストっすね。普通の一般クエストか。オッケー。では、何しろって、獅子門か。獅子門なんで、いけるかな？あ、あったあったあった。オーグリート大陸の獅子門の集落来た。さっきそこの宿屋の世界が遊んで消えはしまったんだ。ちょうど連れた旅のオーバーの先生が今宿屋の中で手を当てしたの。宿屋。こっちか。ありがとうお兄ちゃん。すりむいた聞いた。もう全然痛くないよ。もう転ばないように気をつけんでぼよ。あ、来たね。いますね。うん、それじゃあ僕遊びに行ってくるね。バイバイ。
またアロールドとマイラ一緒なんだね。あら、カゼンさん、偶然これ会えてよかったわ。いや、探したのカゼン。最初の誘拐事件を目撃したそうじゃないか。詳しい話を聞きたかったんだ。マイを探しに来た。一体何があったんだ。カゼンはマイたちにランガ村に襲われ、孫王グリフゲンが行方不、意識不明の重体だと伝えた。お父さんがそんなひどい怪我。待っていてお父さんがすぐに帰るから。ダッシュで行っちゃった。俺たちはランガ村へ戻る。カズヤン、電話ありがとう。それでは。では、ランガ王に行きましょう。あれ。泣いた。オッケー。ランガ王。あ、これでいいんだ。いかがですか、マイ様。お父様のご様子は。長年あちこちに放浪している間に、俺は、医術の心得も身につけていたんだが。正直あの怪我はひどい。傷が深すぎて血が止まらないんだ。このままでは孫王の命を。私のせいよ、もっと早くこの村に帰ってきていれば。そうしたらお父さんを守れたの。自分を責めちゃいけないよ、前へ。過ぎたことは仕方がない。今はどうしたら孫王の体を治せるかそのことを考えよう。でも、実は、一つ心当たりがあるんだ、前風。ちょっと俺の話を聞いてくれ。以前世界中を放浪した時に珍しい薬草の噂を聞いたことがあるんだ。さっさと離れた山奥、深き雪の中に入る、その薬草。癒しの、雪中葉の、いかなる月その生きやすい力を持つと。どこ、その薬草、どこにあるの教えて。落ち着けまいよ。癒しの雪中葉が生えているのは、遥か南のランドンフットの近く。ランドンフットの南西にある上空を抜けた、ゴズ渓谷。その最深部にある、大雪中に癒しの雪中葉が咲いているという。わかったわ、一人に行ってくる。待つんだ、まいよ。マイナス、確かに行けなかったとかあったね。相当頭に血が昇っているな。あの、その栄養台を見たら、無理でもないことだろう。かぜ、ランドンフットの南西まで、マイを追いかけてくれるのか。今のマイを一人にするのは心配な。それに、ゴズ渓谷の、魔物たちも強い。もしも、でもあったら。本当なら俺がついていきたいところは、今はその勘弁を宣言しなければ、あんただけは頼るの。私からもお願いします。どうか、マイ様を追いかけて、引き足の雪中から手に入れてください。そのすぐに行きます。頼んだぞ、カゼン。前を追って、ゴズ渓谷の、大雪中に向かい、癒しの雪中が手に入ってくれ。うん、了解。うん、はい。よっしゃ、ありがてえ、ショートカット。じゃあ、登録しときましょうか。あ、ちょっと、そっか、それか、それになっちゃうのか。クーラストーンで、こうですね。んじゃあ入りますね。午後自体がもともとなかったエリア。
うわ、乗れねえよ。早速乗れないっす。地味に遠いし。ビッグカット戦ったことある。あれ、見破ってねえな。見破ってないんで見破ろうか。見破ります。スノーも、あ、見破ってねえよ。このビームドラクエ5だったかな。スノーも。お、なんか出てきた。あ、いらねえや。いらないっす。まあ、いっか、もらっとくわ。もらっとく。オッケーオッケー。プラス3だもん、なんだか。9コーンないですね。9コーンない。ミスターガリック。ニンニクかよ。ニンニクでした。寝た。成功したのこれでいますね、おっさんが。おっさん。おっさんいるなぁ。アンゴラも。飛んでった。会話してる。二人仲いいっす。カブト。お、あれ？カブトアイスボンバーか。見破ってないっすね。行きましょう。景色良さそうっすね。いや、その位置はいけねえぞ。でかいの見ます。オッケーですよ。
オッケー。よし。雪原流。違うな。うん、戦ってないっすね。スノーウェルド。あ、そこ宝がある。あれ、ぐるっと回らないと取れないやつ。メラゾーナで起きるんでしょ。あれどうなってんのこれ。あれこっちじゃねえのか。こっち行けますね。じゃあこれで怖がいて普通にあんじゃん。おお、試練だ。試練ありますね。試練あんま経験値もらえねえからさ、そのままでいいよ。まあ、でもか、使うか。もう収まってるしね。いいぜ。さあ、今回何でしょう。ビッグビッグあった。出た、でかいの出てきました。モブを混じってますね。ダメージ食らってなさすの。多分、ヨナズとか使ってれば、マダンテって言ってたら、やばそうなの来たんだ。あれが入る。多分あのマダンテは気をつけた方がいいよ。うちらが食らったら多分即死だと思う。あ、宝あった。ビンゴ券。なんでこんなところにビンゴ券置いたんだ。もうほぼ終わってますね。あ、青桜だ。へい。イエティみたいなの戦ってねえか。ノーも。じゃねえよ。これか。
よいしょ。いや、遠いなぁ。ほぼ一周させられます。あそこに宝が一個。ああ、ちょうどあそこですね。鳥がいる。フォークブリザードかな。ですね。いやー、捕まった。くそ。いやー、このタイプは捕まんだよな。やばそうなのいますね、あそこ。でかいのいるな、あそこ。走ってる。走り回ってる。おっさんの住みかっすね。捕まったか。フォークウィザードしょうがないですね。こっち来んじゃねえ。チーム合ってる。よし、じゃあこいつ行きましょうか。あ、あそこあんじゃん。ちょっとそこ、こんなとこにあって。こいつ行きましょう。ファイザード。似合う。これ聖女かけときゃ大丈夫でしょ。あ、イエロー。大受けは高くなりますか。わけわかんないっすね。今まで散々乗れてきてたのに。いる。いや。大丈夫っす。お、あれですかね、目的地。目的地はあれっぽいな。いやー、でもこれ先に取っちゃっていい感じだな。で、取って、その後に上行った方が良さそうですね。雪の中に美しい穴が咲いている。まあ、カズヤさん、あなたも来てくれたんですね。これが癒しの雪中か。OK。
よかった、この花があればきっとお父さんの命は助かるはず。ごめんなさい、泣いたりした。ずっと気持ちは張り詰めてた。癒しの折衷を見つけて安心したみたい。父さんにもしものことあったらどうしようって、そのことばかりずっと考えてたから。実はね、カジノさん、私、孫悟空ゲーンの本当の娘ではないんです。ああ、そうなんだ。うん。昔私が赤ん坊だった頃、ランガオ村の近くで大きな火事が起きて、血の血の育った父と母はその時に、うん。燃え盛ると炎の中、奇跡的に生き残った私と父さんの命が軽救いだし、そして身寄りのない私を引き取ってくれた。当時私は小さかったから、実の両親の顔も何一つ覚えてないの。でも楽しいことを感じたことはないわ。だっていつだって父さんが優しい笑顔でわしを見守ってくれて、どんな時も見かねになってくれたもの。だから村を出てからも早く一人前になって父さんに恩返しをしたいなってわしずっと思ったんです。父さん、私が絶対に助けるからね。ランガオ村に帰るまで待っていて。さあ、カゼンさん、急いでランガオ村に戻って癒しの雪中花アロードに届けましょう。この用事はもうこれで終わりなんですね。なんだけど、まあ、宝があるんで、宝を回収してから行きましょう。何そこ？ちょっと待って、なんだあの鳥見てんの？これ敵ですかね？あ、逃げちゃった。わあ、逃げちゃった。わあ、行っちゃった。いや、あれ写真撮った方が良かったんかな。わかんねえっすね。なくなっちゃいました。このキラがしれっと一個だけあるんですよ。オッケー。サムソンのアイスでちょうどいいんじゃないですか。オッケー。これ拾ってマディライト、じゃあさらに北に向かって、多分宝が2つぐらい残ってる。あやつんだ、こいつは戦ったかな。あ、いや、ちょっと、絶現時。いや、お前は違うよ。お前は違う。しかも、絶現時押せんのかよ。笑っちゃったわ。クリポより軽い絶現時。こいつはないです。あ、スノーウィルダーじゃないですね。もうこいつないです。嘆き無。くるくる回ってますね。どっか行っちゃった。あれ？どこ行ったんだ？ちょっと待って。いやー、これ戦う場所に問題があるんじゃん。あ、下にいるのか。なるほどね。下に移っちゃったんですね、ルーシーが。うん、あったー。これは見えしてます。じいさんの。奥にもう一個あるんです。いやー、まあ、カードかな。俺の予想ではカードですね。
あ、そうっすね。来た、伝説のダークマン来たね。ドラクエ3だ。オッケー。じゃあ、どこに行けばいいの？ランガオ村か。ランガオ村に行きましょう。これ多分ルーラーで行けると思うんですよね。うん、オッケーオッケー。あれ？ここで戦闘になるの？ああ、あるとしたら武闘場の方ですね。武闘場の方でボス戦になる可能性あります。どうすか、やで。やでは止まっとくか。もう MP 切れるとしたらひよこさんぐらいだと思うんで。じゃあいつか元に戻るんですか。バージョン3が終わったら戻るとかですか。あ、普通に入ると、お父さんお願い、目を開けて。カズは無事に帰っているのか。今前を持ってきてる東の雪中湖、薬を作ったところだ。これで血が止まるはずだ。そう、この薬を飲んでください。あなた東の雪中湖の前日の薬をそのクリフに飲ませた。父さん、よかった、意識は戻ったの。まあいい。わあ、娘は無事に帰ってきてくれたのか。ヤシの接中感のおかげでどうにか血は止まりましたが、あまり無理をなさらないように。うーん、情けない。ハロード、お前にも世話になったよ。まあいい、無事で安心した。それはこっちのセリフよ。父さん、私が旅に出ていた間にランガ村に一体何があったの？お願い、教えてちょうだい。そうだ、お前たちに話しておかげにはならんだろう。先日のことは、突然フードをかぶって顔を隠した男がドラゴンの群れを引き、村を襲った。男は傷つき倒れた村人たちに追跡と不気味な蛇を近づけると、神の器はどこだと呟いておった。だがその神の器とやら見つからなかったのか、男はドラゴンと共に去っていった。カズ、あなたも、連続誘拐事件を追っているんだろう。知っていることがあれば全て教えてくれ。これまで起きた誘拐事件と、ミコ姫屋から聞いた話についてみんなに説明した。やはりわしの恐れた通りになった。父さん。まあいい、お前は生まれつき、火に強い子供だったんだ。まあ、まあいいは対象ってことですね。お前は実の両親が死んだ、大火事の時、燃え盛る家の中にお前だけは火傷一つ負っていなかった。そうだった。ああ、わしは大やけどを負った小さい馬がケロッとしたものだった。お前に備わった、火のものともしない不思議な力、オーガの神、ガズバラン様のご加護だろう。きっとお前こそ奴の探してる神の器なのだ。どうしたの？謎の男は必要にも、村中を、探しておった。おそらく前、お前の狙っているに違いないとわしは考えている。だが何だ奴らを襲ってきたとしても命に代えてお前だけは守ってやる。
無茶言わないで、やっと血が止まったところなんで、また傷が開いたろ。うん、これしきの怪我。歴戦の選手を見くびれないぞ、お前。父さんの強さは誰よりも信じてる。でもこれ以上父さんに迷惑をかけたくない。この前育ててもらったら恩返しもまだできていないという。一丁前口を聞こうって。恩返しなど必要ない。親子の間で。水臭いぞ、お前。まあいい。まだ子供たのお前には分からんのかもしれんが。お前の笑顔にわしは何度も救われた。やり場のない怒りや悲しみ。苦い後悔で胸が潰れそうになる日も家に帰ればお前がいてくれたんだ。愛する娘が笑顔で迎えてくれることはどれほどわしの希望になったか。わしの娘になってくれたことを感謝する。父さん。なあ、マイ、お前はまだまだ子供だ。遠慮せずに父を、周りを頼れ。そうだよ、マイ。その上は俺にとって君は命より大切な人なんだ。何があっても俺たちは君を守る。よく言った、ロールド。その、そう思うと、ダロールド家は100人、幸いなことに風邪もいるような、どんな敵が来ようと心配には及ばない。ありがとう、みんな。私ちょっと外の空気を吸いたいな、すぐに戻るわ。まあいい、一人じゃ危ない。俺も行こう。突然神の器だなどと言われ、その娘が村を襲われた家の原因が自分だとしてあの子も混乱してるんだろう。カズヤ、すまんがあの二人を追いかけてくれんか。いつあの子が襲ってくるかもわからん。奴の強さを恐るべきも用心に越したことはなかろう。そして万が一奴を襲ってきたらその時はわしの娘を守ってくれ。頼んだぞ、カズヤ。オッケー。よし、ようこそ待ちましょう。うん、武闘場行こうってなってますね。まあ、そうでしょうね。適度な広さがありますから、そこに。オッケー。じゃあこれで、ウォーリーと言っても、あれですね。最後になる感じですかね。まあ、クリポ編があるかどうかはちょっと謎のところではありますけど。こっちか。ポポリコ、キノコ山のあの奥とか行けそうっすもん。っていうところが対象なんじゃないかな。ちょっと気になるんですけど。うん。多分、ボス戦だと思うんで、ひよこさんに先に突っ込んでもらいましょうか。ボス戦だったら元気玉、いや、元気玉一個、あれですね、上書きするかは。もうさ、その扉を調べたらボスだと。でしょうね。はい。まあ、これ8分だと、多分切れるんで、上開きましょうか。上開きです。はい。
バカよ、父さん。私が笑っていられたの父さんが言ってくれたからね、私に感謝するなんて話があぶべこべよ。昔からお前は意地っぱりだったもんな。泣きたくなると俺を連れてここに来て、誰にも見つからないように見張りをさせて。だってあの場で泣いたりしたら余計に父さんに心配かけるでしょ。親にとっていつまでも子供は子供なんだよ、まゆ。心配するのは親の仕事のしさ、父の気持ちを受け止めて、ええと素直になるよ。それが一人前になることさ。あろう。和也さん、いつから聞いてたんですか？来たね。ドラゴンか。あれは空の向こうから何か近づいて。どうしたんだよ、舞。ああ、ドラゴンです。ワンサかいいですね。ドラゴンの胸が膨らむ。早くみんなを助けに行かなきゃ。ダメだ、奴らの狙いはお前なんだ。ミスミス危険に飛び込んでどうする？幸いこの武道場はお前がいることはまだ気づかれていないぞ。しばらくここで身を潜め、様子を。フェブ。かつてあなたも村を開いてドラゴンを見ただろ。頼む、村へ戻りみんなに加勢してやってくれ。かつてさん、私からもお願いします。どうかランカー村の皆さん、父さんを守ってください。いやー、これ言ってる間に捕まりそうっすよ。いや、ひどいことになってんな。これがボスっぽいな。来ましたね。支配されしヒゲたち。てね、てれん。てて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 。あ、違う。その BGM じゃなかった。ドラクエ5。ドラクエ5でした。いや、熱いっすね。この BGM だなっていうのは。てーん、ててーん。もう。あれそんな強くない？あの、多分これ以外も出てくるパターンだ。でしょう。あ、アックスドラゴン。よし、頑張れ。範囲で、範囲で。範囲で攻めるんだ。火を出す。次は、あれか、あれですね。あ、2体、いや、2体だ。ビヒード。ビヒードっすね、2体。いや、どんどん出てくる。あ、すっ飛んだ。いやー、最低。いやー、キラポンかけねえとか。キラポンかけときましょう。
設定しかねえんだよ。そこそこなってますね。ひよこさんが生きてる。オッケー、いった。10万8000。うまっ。ちょっと元気なチャージ多分溜まってるんで受け取っとくかな。これで、村を襲ってきたまま全て倒したはずだからね。お前がいなければ危ないところだと。こっちもなんとか片付けたぞ。今度こそランガー村を守りきった。よし、その方に方向しに行こう。これだけコテンパにしてやれば、魔王たちももう襲ってこんはずだ。大変だ。でしょうね。まあ、そっちがダメか。敵の主要のあのフードをかぶった男は武闘場へ向かった。なんだと？我々も必死に戦ったがまるで歯が立たず。その仇を受けず申し訳ない。おい、しっかりしろ。どうしたかぜん、そんなに合わせて。何？武闘場に前さんがいる。頼むかぜん、すぐに武闘場へ向かってくれ。俺たち奴に勝てん。かぜん、どうか前さんを守ってくれ。微妙に MP がないのは心配だけど、まあ、多分もうボスは出ねえだろ。多分ね。あ、ちょっと待って。ちょっとそっちのピンクに話して。ごめん。ピンクが二人いるんで。バトルになる可能性はあるけどね。だったら宿屋泊まるか。いや、小瓶使わなくて宿屋泊まろうぜ。お休みして行きます。5000になる可能性あります。この流れは。フードの男はいるんで、フードの男はあれですね、カードを出して。なんか出すタイプですね。腰痛めてるでしょ。恐ろしい強さを油断したらやられず。さあ、これを、お、カビ臭い薬を使った。はは、ちょっと回復してくれたよ、こんなとこで。ってことは、間違いなく戦闘になるな、これ。いや、これ、ボス戦ですね。はは、やで、止まる必要はなかった。わららわらら。何を言ってんだ、こんな時に。うん。あ、来たね。行きましょう。お前が村をドラゴンに襲わせたのか。答えろ。先日この村を訪れた時に貴様はいなかった。おい、何のつもりだ。
な、貴様か。バレたね。貴様こそ我々探し求めに来た神の器。お前の相手はこの俺だ。いや、捕まんのかよ。あ、面倒なの眠ってるがいい。うわ、そんなのもやんのか。ほんとマリだな、こいつ。で、体が。ガロルド。食うな、マリ。この霧、危険。ガロルド。さあ、神の杖、我らと共に来てもらおうか。さあ、来たね。ドラクエ5のさ。父さんばかり変わるのもね、わしはあなたを絶対に許そうね。ええ、ルイマレなるその強さ、貴様神の強さに間違いないよ。さすがに勝てねえか。いやじゃねえ、わしの父さんにお金を負わせただけのことはある。でもね、私。すごく怒ってる。怖いやー、でもマリオさん普通に強いですからね。今すぐランガー村から出てきなさい。さもないと。その子は、あなた魔物だったの？魔物ではないね。こいつと戦うのかな、もしかして。こっからは。うわぁ、なんか魔王っぽいのが出てきたね。我々はこの世界の歴史から忘れ去られてるのか。な。こうタイプですね。あるんだ。間に合わねえか、ひよこさん。さすが神の杖、こうも手こずらされるぞ。だがもはや我が手中に落ちた。ん？また貴様か。この姿を見られた以上、もはや決着をつけねばならない。確かカズヤンという名だったな。こっちとやるのかよ。お前とやるんじゃねえのかよ。いいじゃねえよ。我が名、竜将アンテロ、カズヤ、我が手、貴様、インドア、あ、やっぱやるんだ。モブとワンセットと、はい、来ました。頑張りましょう。竜将アンテロたち。メガライヤーとか言ってきてるぞ。メガライヤー食らってるぞ。いってぇ、すげぇ飛んできてる。狙われてるぞ、チーチするしかないっすね。
いや、俺行ってる。ふぅ。いやー、余計なことやってきたね。ゲームの、やべえ。耐えた。よし。いやー、メガレア飛んできたよ。いやー、大丈夫かな。心配。耐えた。すげえ狙われてるんです。オッケー、ナイス。手を装備してねえよ。だから、なんか使えねえなと思ったんですけど、盾装備してねえよ。OK 貴様この足に敵像を合わせるとは。だからこれ式で私を倒したと思って、もらっては困るぞ。まあやるぞ。怪我はないと。な、この異形の姿、魔物か。いや、その背格好には見覚えがある。貴様、先日村を襲った白フードの男。あの時の彼、今日こそ返させてもらうぞ。いや、あんな怪我を負ってたの無理じゃん。さすがにこれの手なりに囲まれた分が悪いんだ。オーガの髪の器はしばし預けておいてやる。おまさか逃げるんだ。我ら竜族の野望必ずこの手で見つけし。ってことは、マイユさんとダストンが、残ったってことか。カズヤ、次に会うときは貴様の最後だ。あとの3人は捕まったんで。竜族だと、あの異形の姿と恐ろしいまでの強さ。一体竜族とは何者なんだ。いや、今は前へとアロードが心配だ。デュラン、二人を家まで運ぶぞ。カズヤ、お前は家、後から来てくれ。オッケー、ナイス。ナイスだよ、親父さん。いや、マイユさん助かりましたね。よかった、よかった。なんでここでなんか修行してんのかすげえな、思うんですけど。剣のサビにしてくれる。オッケー、じゃあ、ソウの家行きましょうか。新たな展開が出てくると思うんですよね。
あ、こっちか、こっち。おっと、じゃあ、どうせいいな。マイユの部屋に行こう。あれ？隣の家ですかね。その隣の家っぽい。あ、こっちか。こっちだ。あ、そうですね。ここっぽい、ね。アルド、しっかりしてある。お前たちが持ってきてくれた癒しの接中剤、治癒の魔法で、アルドの毒は消えなかった。わしも様々な者たちと戦ってきたが、こんな少女の毒は見てたのことも聞いたこともない。まあ言う。アルド、わしはここよ。アンテオとやらの居所を突き止めれば、この毒をなす方法もわかるかもしれんな。うん。お？お取り込み中、失礼いたします。申し上げます。英雄カズヤン殿、直ちにグランセドーラ城に戻り、東の塔まで足を運びください。ってことはあれか、ペガサスか。グランセドーラ城というと、レンダーシアにあるというあの城か。他にも、シオン様から急ぎ、カズヤン殿においでいただきたいと伝言を預かっておりました。何でもあいつが誘拐事件について重大なことをカズヤン殿に直接お伝えしたいことであります。ゲカズヤン、お前の力が必要されているなら、あとのことはわしに任せる。ええ、わしはアドロードを完備する。だからあなたはアンテロを追ってください、カズヤツ。ええ、わしはこれで失礼します。ええ、カズヤのグランセラ城、東の塔まで追いすぎる。本当にあれですね、プクリポ、プクランド編はないんですね。もっとカズヤン、グランセラ城に出発するまでこれを受け取ってくれ。ああ、娘、前を守ってくれたらええだ。お前には心から感謝してるぞ。小さな水、25枚。あ、すげえくれた。ええ。しかし、グレンゼ城から直々に呼び出したまさにお前がやったアストラティアの英雄だな。では、達者でな、カズヤン。ハロウのことを任せた。カズヤンさん、竜将アンテロという男にくれるようにも気をつけて。まだ戦うことになるんですかね。マイユの救援隊。ちょっと待って。いや、達人をね、経験値多すぎだろ。133万も必要なのかよ。もうグランセドーラ飛んじゃいますか。飛んじゃいましょう。ってないんですよね。二世はあるんだけど、勇者姫の石でいけるかな。これですね。勇者姫の石でいきましょう。パーティーを組んだことでアルシアの部屋だった。あ、ここアルシアの部屋だったんだ。東の塔に行けですよね。あれ？ちょっと待って。一回出ればいいのか。西の塔にいました。はい。東にあると思ってたけど、西でしたね。あの、ジャンコンテンツ。
かぜあなたを待っていました。これまであなたが誘拐事件を追って知ったこと、その全てを私に聞かせていただけませんか？これまでの出来事を話した。竜章アンテロ、ランガー村に現れたその男が確かに自ら竜族だとなったんですね。やはり竜族。勇気の時は得て定めらしい、運命の時はアストルティアに落とせようとしている。全てはその流れの一つに過ぎない。かぜあなたをここへ呼んだのは竜族という存在について教えるためです。この世界は歴史から忘れ去られし、幻の種族、空の民、竜族。うん。ランガー村に現れたアンテロという者の姿は、まさに古来より伝えらしい竜族そのもの。あなたには聞き覚えがあるんだ。そのあなたの古きとも真意が、仮の宿りとしたクローズもまた、アンテロ同様竜族と名乗っていたはず。クローズ？多分そうかもしれないですけど、言ってたかもしれないですね。うん。この先は足が語るよりもあなた自身の目で確かめてくるのがいい。かつてはそのアストルディアに竜族がその、竜族の隠れ座という場所があります。飛竜に乗り、モンセロン郷がまた懐かしいですね。温泉郷の南にある、炎竜の、谷に降り立ち、竜の描かれた壁画の前で、竜笛を吹きなさい。こちら竜族の隠れ座との道が開かれるでしょう。さあ、これを持ってきなさい。これからあなたのための助けは用意したものです。何なんだよ、これは。カズヤは、正気導き手を受け取った。ただ、馬じゃね。その白き導き手を持っていよう、いかなる場所にいようと、私からの助言があなたに届く。なるほどね。ただし、白き導き手が声を伝えるのは、私の方から呼びかけた時に、あまり期待しすぎない。ああ、そういうこと、ね。さあ、行きなさい、カズヤ。竜族の隠れ里を訪れるんです。真実に至る鍵はそこにある。あなたがきっと見つけられるでしょう。そういう展開なんだ。ああ、レンダーシア、レンダーシアもあるんだ。じゃあ、ヤデアとバザー寄ってみましょう。どう行くのがいいんだろうな。こっちから行く。ああ、違うな。いや、違う。アンルシアのところの、あそこはワープした方がいいですね。それか温泉郷行くならバシッコ使うから、レンドアでもいいっす。レンドアに飛びましょうか。どこでしたっけ？こっちか。レンドアに飛びましょうか。飛竜に乗ってとか言ってんの。飛竜に乗ってって書いてありますね。まあ、いいか。いや、ちょっと連打整理してからにしましょう。バーザー。あれか。ちょっとね、ドル製品もちょっともらっといた方がいいっすね。金が足りねえ。
ありがたいね。いや、一回下ろしてくるか。やべやな、そっち近いんでやべやと思う。先にやでや止まっちゃうね。金を下ろしたい。あとあれか、元気玉ももらっときましょうか。ルーラストン、なんかルーラストンもらえた。こっちのやつはないですよ。ルーラストンくれたぞ。いいよ、そんな。あれか、バージョン3になったからってこと。わずかに経験値。お出かけ等やつ。あ、上限に達したから。はい。で、元気玉ってどこで生まれるんでしたっけ。あれ、これか、これだ。100になっちゃった。うん、あとはもうこの辺適当に。玉チャージの受け取り忘れちゃうから。週1しかやってねえから。これで預け屋に行きたいです。あ、反対じゃねえけど。多めに買っときましょう。1個500なんで、1万いっか、1万。全部ドルセリンに振るわ。じゃあ、さっきのまた、勇者姫のとこ行って、竜笛使いましょうか。勇者姫。これ、パーティーで止めるんでした。大事なもの、竜笛。
止まるの5、止まるの5、5って、5って書かれてもわかんねえ。あ、いたいた。あれ、あれです。とりあえず、あれですね、黄色いところ、目的地に向かいましょう。こうか。L1 だ。もう久々すぎて操作がわかんない。来れてる。あ、来れてる。一回止まってから降りた方がいいと。これ大体でいいのかな、この辺ね。降りるって出ねえんだけど。あれ降りるって出ないっすね。こうか、こう。で、こうか。この辺適当に降りてみましょう。いや、読んじゃわかんねえ。こうか。乗りは A でした。うん、こうですね。多分その温泉郷出てそれ間違ってるぞ、マジで。俺みたいなところに来ると思う。もう一回飛ぶか、じゃあ。山のあれっすね、南側です。南側だったよ。で、降りるとこがあったんで。うん、この辺、この辺。ひよこさん、この辺。俺がいる辺に来ればいい。山の奥の方に降りるとこあるかな。そこに降りる。山の上じゃない。山の下の方。下の方に降りるとこ。そう、その辺降りれると思う。止まる練習をした方がいい。止まる練習。そう、その辺。その辺降りれると思う。オッケー。行きましょう。宝はなさそうですね。うん、ないね。乗れんのかい。乗れたわ。
竜の壁画が描かれている。これ潮に描いた壁画のような壁画の前で竜笛を吹いてみる。そういうことか。ここで竜笛使うっぽいですね。この先竜族が住んでるって。おー消えた。あーなんか村に来ました。いやこれでやっと初めての村に来れるんだ、バージョン3。いやいやひどい寝るよじゃん。こんな竜兵が下手くそなやつこの里にいたかの。なんと、ヨムや竜族以外の者がこの里に入ってくると。先ほど聞こえた竜兵の音色はその他のものだったよ。ね、竜兵の技術は竜族だけに伝わるもの、その後一体どこで取られていると。ねえ、クローズから竜兵受け取った行き札はなし。そうか、クローズから竜兵もらったんですね。なるほど、その後はクローズもわしの孫の友人だったのか。いや、警戒してすまなかった。名前ふむカズヤンっていうか、わしはオルゲン。このさ、隠れたことにですね、竜族たちの面倒を伝わるじゃん。クローズが竜兵を託したなら、その他は信頼に足る人物なのじゃん。この里の客人として喜んで迎えよう。うん、そうじゃの。まずは何でこの里を訪れるか、わしの家で詳しい話を聞かせてもらえるか。わしの家は里で一番高い場所にある、それでは先に行って待ってるぞ。来たね。いや、久々の村探索ができます。はい。お、しかもね、いいっすね、BGM。聞いたことあるな。前、オルスケンさんの言ってた客人がこんな偏僻な場所によく来たもんだ。小さな里でゆっくりしてくれ。里で一番高い場所におるからな。左右の道のどっちから行ってもたどり着けるぞ。ああ。そこそこ広いですね。どうしよっか。じゃあ、こっち側途中まで行ってぐるっても反対側に回ってる感じで行きましょうか。会話ざっと聞きますよ。温泉あんの？本もあって。どこ温泉？あ、そこ？いや、そこ温泉になってるんだ。じゃあ、座りましょうか。あ、じゃあ、これも温泉になってるんだ。よし、じゃあ次行きましょう。
ドラクエはね、いっぱい街があるんで、楽しいと思う。これタンスの代わりになってるの。なるほどね。そんな古い話ですね。これ登って下に行け。ここから後回し。新品があったの、これ使おう。これもちょっと気になりますね。これなんでしょうね。調べられる。ねえ、あたり不思議な香りが漂っている。電気の元みたいになってるんですか？もしかしたら。写真撮りたいとかあったら、適当に。前の家と繋がってんの。フリポみたいな匂いですね。まあそんなことあるわけないか。いや、フリポは2匹ほどいますけど。宝箱なさそうっす。あった、あった。ありました。源氏の胸。こっちも怪しいですけどね。これは、すごくあるか、あるか。ここは入れなかったんで、じゃあこれドッケっぽいっすね。行きましょうか。
1枚取りてえな。このなんかあれっすよ、このドラゴンボールのなんか家に似てますね、これ。すげえドラゴンボールの家に似てるわ、これ。適当にポーズ。あれか、ナメック星人か。ナメック星の家ですね。まさに、竜族っていうぐらいですから。OK?OK ですか。完全なコリアマワールド。とりあえず、ちょっと裏あたりになんかありそうっするだけだった。おお、容器のすった。今お茶出すから遠慮なくかけてくれ。こうしてずっと隠れて暮らしていると、毎日性格に、張り合いがなくても、外からの客人など数十年ぶりじゃよ。それがクローズの友人で、しかも竜族以外の種族とは、長生きはしてみるもんじゃ。クローズが里を出て行ってからでいうのも、備えならあいつの部屋もガランとして少しばかり寂しかったんだよ。しかしわざわざこんな、年寄りばかりの偏僻な村に育て一体何をしに来たのじゃ。カゼはオルゲンにこの里の訪れと思って家を話した。なんと、竜族の男があちこちで人を襲い、誘拐してるじゃんと。バカな、クローズを除けば竜族は今この里にいるものだけじゃ、にわかには信じがたい話だ。いらねえんだ。しかし、そのような嘘をついたところでそなたに得があるとは思えんな。となると、ひょっとしてそやつは。奈落の門の向こうからやってきた竜族なのかもしれん。うん。奈落の門、その向こうは、寝台の昔にアストリアから気にされてた世界だ。なんでも竜族の故郷があるとのことじゃ。わしらその門が閉ざされた時にこちらの世界に取り残されてしまった竜族たちの子孫なんじゃ。そういえば先日、里の外に出ていたものが、丁寧の島の上空に巨大な、門を浮上してその後すぐに消えたと言った。それが奈落の門だとするのも、門は消えたのではなく、その場に存在したまま見えなくなっておるんじゃ。そう、この隠れ里に保存されたのも同様の竜族に伝わる現実で隠されておるんでしょう。その幻を生み出し制御しているのが、この里の中央にある竜の、特殊だから、あ、そうなんだ。そなたがその竜族のところをため、消えた奈落の門を見つけ出すつもりなら、その竜の方向が必要になると、思っていけと。この里の門に貸すわけにいかない。
回きりのものでよければ、魔王の友人のため、竜の方を一つ作ってやるんでもない。そうじゃん。材料として、源流層という、竜の新骨髄。うわぁ、素材持ってこいてきたね。調達できれば、あとはなんとかなるじゃん。竜元素はこの隠れ里の中心にある竜の方に生えておるじゃん。隅々はよく探してくれ。竜の新骨髄、ドラクロン山地へ行け、第一層の中央の洞窟内にいる、スカルゴンを倒せって言われたの。そうですか。二つとも熱くなったら、わしのことで行きなさい。竜の方向つき。奈落の門にかけると現実を解けるように信じるお使いかよ。まあ、実質必要なの一個か。あれ、どこ行った？あれ、どこ行んの？そこか。奈落の門を行ってみせる。ああ。いや、ここまで行きたいっすね。この奈落の門のとこまで行きてえな。藁の上、藁の上で寝れます。どうした時間ああ、オッケーオッケー。了解。ちょっと、じゃあ、この家だけ調べちゃった。うん。じゃあ、これは次回にしましょう。うん。あとなさそうっすね。オッケー。よし。では次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。